そうかな。これ、多分、今これ、AI の、多分この動画も AI で使ってると思うんですけど、これかなりあれですよね。音の、周囲の音を本当消しますよね。本当に会話だけの音になるんで、これは便利なんですけど、この前ね、編集して、アップロードかけたのをね、再チェックとかしとった時に、ふと思ったんですけど、これ一般の散歩動画的には、あれですね、ドライブ動画にはめちゃくちゃいいですが、機能。AI のね、音声編集機能、パワーディレクターに、今年のゴールデンウィーク明けぐらいにね、ついたんですけど、そのね、AI のやつだと、めちゃくちゃ本当に周りの音消してくれるんで、もうドライブ動画なんかも、今まではね、かなり音域設定とかをかなりいろいろといじってね、なんとか、会話の声がね、聞こえやすいように。まあ、うちはね、ドライブやったりだとか、ね、いろいろ鉄道に乗ったりとかいろいろとやるところですけど、いろいろとやるっていう企画、チャンネルは、何を軸にしないといけないかっていうと、フリートークが軸になるんですよね。だから雑談っていうのが軸にあって、どこで雑談するのかっていうところは、いろんなところでやるよっていう形なんです。ですから企画を考えるときに、どこに出かけるっていうのが、そんなに強くなくていいっていうのがね、あるんですよね。まあ、だから、別にターミナル駅、端っこの駅に行けばいいや、みたいな感じでやってるんですね。今度何だったっけな、考えてるネタで言うと、乗り換え駅。乗り換え駅のやつもあるし、で、あとは駅ナンバーがね、11番と21番の駅に行く。みたいなね。結局、VS 四日市で落ち着きましたね。VS 四日市シリーズ。VS 四日市シリーズっていうのにね、なんか落ち着きました。いろんな案があったんですけど、結局ね、シンプルなのかわかりやすいぞ。で、VS 四日市にしといたら、今度高速道路編みたいなのも作れるんですよ。あ、今日、それでね、VS 四日市で、高速道路の、いや、高速道路の番号ですね。それに合わせていくっていうのもね、考えてて、だったんですよ。どっかの動画で言ってたよね、その話。これが上がるときでもまだ上がってないのか。響いた動画で、ね、上がると思います。いつになった？これ11月発売見込むと、それがまた放送延期になって2月とかになるのかな。っていう形なんでね、すげえもう半年先とか、もうほぼほぼ1年先ぐらいまでの動画が撮り終えちゃってるのかって考えると怖いんで、だから供給量を増やしたいっていうのはあるんですけど、とはいえですね、今もすでに1日3本投稿とかやったわけですよね。で、8月に、もうこれはもうちょっと、このままだと溜まっていく一方だったね。ショートはショートで、これまたね、まあ、ショートはショートで、1日2本ね、黙々動画がね、増えてくんで、どっかのタイミングで、黙々動画と、あれですね、あれも挟み込むような形、いわゆる本編のショ、あの、切り抜き動画みたいな感じのショーツみたいなやつを、作っていこうかなとは思ってるんですけど。と言いながらね、黙々のやつをね、いろいろと、量産化計画とか立てたらね、1日にじゃあ4食とかね、頑張って食べようとかってやっとったら、結局1日2本投稿でも、あれ？なんかストックエグいことになってきてねってなってるんで、なんかね、そのあたりがね、ざっくりとね、絶対ショートしないように作っちゃうもんで、結構ね、常にストックを作りがちになっちゃうんですよね。なのでね、そのあたりもかなり、いうのがあったりするんですよね。そう、だから、一般的にはどうなのかな？だってもう、一般的なユーチューバーさんだと、ダメだな。鼻が。そう、一般的なユーチューバーさんだと、いわゆる投稿ストックってのはほぼほぼ作らない。みたいですよね。やっぱり鮮度を大事にしたいっていうので、収録してから、大体撮影をしてから、投稿まで、いわゆる公開するまでのところに、
そんなにストックをしとかないようにするために、あんまり編集済みの動画をどこどこストックをしておくっていうことは、だとね、結構だから当日ギリギリに編集終わりました、なんとかアップロード間に合いましたみたいな話を結構、いろんな動画で見かけますもんね。ところで、なんか山の方暗いけど大丈夫かな？ああ、このまま行くしかない。で、なんだっけ？そう、ストック数はそんなに持たない。それがうちの場合は、今ね、今日の段階で、4週分丸と作ってあるから、28で1日3本投稿で、28×3 っていうとどんだけ？ 28、56、84本。今84本、編集が終わってるストックですね。もう絶対これはだから、基本的には、動画の編集、アップロード間に合いませんでしたとかっていうことにはならない。まあ、投稿日のスケジュールの設定とかまでから撮ったりすると、はい、いけないんですけど、うん。っていうことですね。ですから、できてるのが、それだけありますよと。84本作ってあるか。で、ですから、その時点でまず、一般的な YouTuber さんと完全に作り方が違いますもんね。で、あと何？で、あとはその未編集のデータの数ですよね。で、今、編集中のデータが、手をつけてるのが、今9月の中旬ですけど、手をつけてるデータが5月1日の、クズ流行のデータに手をつけ始めたところなんですよね。ですから、4ヶ月。でも、だいぶ、ぐいっと縮まりましたね。ちょっと前まで1月とか2月、3月のやつをやってたんで。それと比べるとちょっとマシになりましたけど。うん。なんとか5月のとこまで来ましたけど、とはいえ4ヶ月のストック。で、しかも、もう投稿済みとか、これが今から作るのが10月の中旬以降の、投稿になるわけですから、いつになるんやって話ですよね。やっぱ結局5、6ヶ月空くのかっていうことになってしまいますんで。で、だからそこも普通はあって1ヶ月とからしいんで、多くて1ヶ月、うん、とかっていうような感じらしいんで、全然、勝手が違ってますし。で、さらに、要は撮影をしていない、ネタ帳で、やるぞとはなっとるけど、撮影ができていない、動画はですね、これはもうね、150ぐらいあるのかな、もうか、数えきれない。リストがね、その、エクセルみたいなやつだったらね、数はね、ピャって出せるんですけど、本当にメモ帳アプリのところに、バンバンバンバッと、メモ帳アプリでね、使ってるカラーノートってやつ使ってるんですけど、カラーノート、便利なのか、消し込みタイプのと、普通のメモ帳と消し込みタイプのチェックリストタイプのやつが、選択できて。で、その、ネタのやつは、ネタ帳のやつは、チェックリスト方式してあって、これやった、これやったって感じで、消し込みしていくって感じになってるんで、そうするとね、これがね、すごい量になってまして、データ数がね。うん。これは、いい加減、本当なら、だから多分ね、1日5本投稿ずっと続けてないと、やばい、ネタの消化ができんぞってことでね。いかがせん、うちのところは、まあ、初期の段階で、うん。鮮度にこだわらない。いわゆる鮮度にこだわるのが、緑のチャンネルはね、時事ネタとか扱うよって予定しとったところは別で、こっちの方はだから、どっちかというとロングセラー商品、漬物屋さんってよく言ってましたけど、うん。ロングセラーになるような感じの、やつを作ってますと。